ミコさんさ、いい加減引退するか、この店出てってな、なんでしほちゃんにそんなこと言われないと。女王様が取り囲む。だってもういい年でしょ、指名も減ってきてる。あとはナンバーワンの私に任せて引退。でも今でも私に会いに来てくれるお客様だっていらっしゃる。いやいや、最近全然客つい。うち結構いい店なのにおばさんがいるせというわけで、あとは私ら若い子にぶっちゃけおばさんになってまで。私はこの仕事に誇りを持っています。そんな話してんじゃねえ。何よその目。ちょっと待ちな。え、こんなとこで何騒いでし。それとちょっと聞こえ、この店の格を。ああ、何このおっさん。あんだけでかい声で騒いでりゃ嫌でも耳に入るさ。なら部外者は引っ込んでな。もういいよ。え、でもシフ、なんか冷めちゃった。それじゃあまたね。たく、大丈夫だったか。はい、ありがとうございました。どこの世界にも足の引っ。はあ、すみませんでした。すみませんでした。おう、ん？ほう、ん？はい。おいおい、放っておいてください。お、この顔、この間風俗街で見たな。確か魔像おじさん。知っているんですか。まあな、 SM クラブの店長か。俺は春日さんですか。僕は牧野原壮太と言います。そうか。痛みを感じたいんですよ。痛み。ああ、そういえば店長。その通りです。僕は生粋のド M としてですが、幸せってやつは永遠に続くなんてことはない。やべえ、声をかけた以上今では。何の痛みも感じない。鋼の肉体になってしまったんで。不安定な体勢で一晩放置なんてプレーも。いや、笑い事じゃないんです。本当だ。とにかくもう何でもいいから痛みを感じた。それで痛かった。いや、せいぜい蚊が止まったくらいにし。そうか、なんかいろいろ大変。まあ頑張ってくれ。あの、ちょっと待って。あなた、僕ほどではないですが。男にぶたれる趣味は持ち合わせてはいけませんが、せめてまだ僕の体に痛み。そこでお願いです。春日。何？俺がか。はい、これで痛ければまだ希望がある。いや、さすがにそんなこと。そうですか、もういいです。ああ、未だに気を。あ、春日さん。仕方ねえな、ぶっ倒れても文句言うんじゃねえぞ。よっしゃ、待ちこーい。手加減なんていりますよ。よし、行くぞ。じゃあ今度
逃げるなら今のうちだ。希望なんです。プレゼント。破って。俺の番ね。なめんなよ。さあ、手を切る。くらえ。どうするかね。なめないでくれよ。もっと痛くできるとこでやってやろう。私の番よ。やんのか。これで本気になれます。マッチコーイ！俺の番だな。やんのか。あなただけが希望なんです。さて。やんのか。もっと痛くできますね。やってやるぞ。破って。おいた。破って。破って。よし。破って。おいよ。それやるぞ。だ。破って。破って。よし、行くぞ。破って。私の番ね。破って。俺の番ね。やめんな。あなただけが希望なんです。破って。いい調子だな。破って。破って。もういい。俺らの勝ちだな。すみません。マジか。すみませんでした。カスカさんですか。お。お。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お。
じゃあね。すまねえ。見るとほっこりするな。子供の頃好きだったんだよね。お父さんや妹とはよく公園で遊んだな。そうか。俺もいつか家族ってやつを持ったら休みの日は遊んでやりてえな。足立さんが親父っていまいち想像つかねえな。いやいや、そこはちゃんと家族サービスするつもりだぜ。あれだよ、パパ活ってやつだろ。いや、それ全然意味違うからよそで言わないでよね。おう、何ですかあなたたち。へえ、この子が。ああ、確かにちょっとおばさんだけど。お前ほんと塾女好きだよな。ユミコさん、最近稼げてないじゃん。そういうこと。まあちょろっと過激なビデオに出てもらう。やめて。いやー、なんだこの声。ユミコじゃ。くそ、でかい子。おい、カメラ回せ。もうこっからどっちも動くなよ。下手に。待て。くそ、間に合われ。とー、なんだ。やはり何も感じない。何この変態。ナイスだ、魔導おじさん。春日さん、何なんだよこいつら。今大事な撮影。俺をなら、ちゃんと事務所を通。誰がてめえなんか通るか。なめてんじゃねえぞおっさん。おい、おい、まだじゃ済まねえ。負けねえぞ。よし、いざ。めかってけ。やめんな。当たってこいよ。見せてやるよ。こいつ、すげえ。ちょっと、しっかりしてよ、あんたたち。おい、こいつら連れてさっさと失せろ。次はねえぞ。はい。無事か。はい、本当に、ありがとう。あなたも。別に、死んだってよかった。どうせこの先。おいおい、そんないい。助けていただいた方に失礼なのは承知です。あなたに助けてもらって、私は本当に嬉しかったんです。すごく、すっごく怖かった。それをあなたは身を挺してかばってくれて、私は救われたんです。そんな大切な人の命を簡単に亡くなってもいいなんて言わないでください。ユミコちゃん、痛かった。ん、お礼になるか分かり、あなたもさっきはありがとう。何か、それならもう一回私を叩いてくれませんか。え、さっきあなたに頬を叩かれた時、すごく痛かったんです。こんな痛み久しぶりで。すみません。違うんです。私、こんなこと言ったら惹かれるか。そんなことばっかり繰り返していたら。でもあなたの一発は効きました。本当に痛くて気持ちよかったです。これで手加減はできませんよ。手加減なんていりません。僕は今ものすごく感動しています。初対面の人にこんなこと絶対
対幸せにします。まあそうだろうな。愛のある痛みに飢える男と愛を与えたい女王、あれも立派な愛情の形ってやつなのかもな。店長、あんたが初孫に会える日は案外近いかもしれないぜ。助けてくれ。なんだ、助けてくれ。なんだあいつ。仕方ねえ、見ちまった以上なんか気になるし。助けてくれ。おい、大丈夫か。今出してやるから。いや、助かった。あんたそこで何してた。別に俺はみんなからは宝探し、うん、あまり大きな声では言えねえんだがな、このゴミ山にはなかなかのお宝。それを取ろうとしたら。そんなゴミ山にお宝だと。とてもそんなもんあるようには見え。確かに表面的。例えば。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所。いろいろ掘り返してみたら。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろヤバそうだ。心配いらねえよ。そうは。あんたもこの下に埋まってるものに興味ない。いや、俺はやめておくぜ。そうか。それなら今日の礼って。そういえばあんた。俺は。んじゃ春日さん、楽しみに待ってろよ。あいつ本当に大丈夫？よっ。おい。あ？げえ。待てよ。すみませんでした。ああ。はい。おう。今のうちだぞ。
せてやるよ。やめろ。金の力見せてやる。おいた。まさかあそこまで物騒なものが出てくるとは、うん、やっぱり楽して稼ぐな、地道に稼ぐのが嫌になって真面目に働き口探してみようかね。その方が礼になるか分からねえが、受け、じゃあ俺はもう行くぜ。ああだな。それじゃ元気。やれやれ、たく懲りない男だな。さあ片付けるかね。二度と笑えなくしてやる。容赦しねえぞ。俺の番だな。舐めないでくれ。待っておき、食らえ。
任務完了。